ソータです。袋井市では2019年4月から人工知能 AI が対話形式で市民の皆さんからのお問い合わせにお答えする総合案内サービスを始めました。手元のスマートフォンを利用して AI と対話、 AI なら夜間・休日でもお問い合わせいただけます。はじめにスマートフォンを使って聞きたいことを入力します。その質問に対して AI が自動で回答します。AI は対話すればするほど成長します。AI は皆さんからお問い合わせいただいた内容をすべてデータ化し学習します。これによりお問い合わせいただいた内容に素早くお答えできるようになります。AI を活用することによって市民の皆さんの利便性は向上し、行政にとっては市民サービスの改善につなげることができるのです。以上、ソータでした。